Thank you.
これですね、これなんですけど、大王グソ
吉田。なんと。ゆう。お。はい、2曲続けてお聴きいただきありがとうございます。ありがとうございます。残念ながらね、私は頑張る場合じゃありませんでした。ああ、皆さん、残念です。このピンクをしてます。残念です。いや、もう終わった。皆さん頑張る場合期待してたんですか、望月さんの。はい、そうなの。物販で何か絶対トロピックやろう、あ、トロピックじゃない、違う違う、頑張るなよみたいな感じで、さあねーじゃん言えないなーって。なるほどな。そう、髪もね、せっかく可愛くしたんだけどね。え、ちょっと大きい。違う、違う。いや、いつも可愛い。あ、いつも可愛い、ありがとう。なんか誰かよく見えんけど、ありがとう。まあ、そんな話はいいとして、まあ、あの、この前のですね、私あの、望月さんと福原さんとの MC があったんですけど、その時に、先週の公演のですね、うん、の時に検証の話をしたんですけど、それね、なんか雑誌とかについてる、ね、5名様。そうそう、ね、あ、ちょっと先に言っちゃダメですよ、5名様って。先週は図書券が当たったって言ったんですよ。で、なんかその図書券は欲しいやつに送って、それを外れた人の中から抽選で100名様に500円分の図書券が当たるっていうやつで、図書券に当たったんですよ。で、わーって言って帰ったらですね、なんか段ボールがあって、お母さんがなんか何を送ったか T シャツって書いてあるけど何って言われて、開けたら雑誌のなんかまた送ってたんですよ、別のやつにも。そしたらそれにも当たってて、なんとそれ500名じゃない同じ柄を当てて、なんか当たりみたいな、90点で1本割って。
なんかあるそう。ああ。え、何これ？HR の招待券が始まったってことだ。おお、すごいよ。え、すごくない？ HR の招待券やろ？え？あれ全員もらえる。え？あれ、応募者ほぼ全員だよね。あ、そう？やらなかった方が残念だみたいなね。ブーツなしね。検証って送ったらさ、なんか結果が楽しみで毎日ワクワクですよね。うん。うん、ワクワクもせんよ。ね、なんか送り続けて19年一度も当たったことなし。あ、なんか寂しくなる。じゃあおっしゃってたのラーメンとかにあるやつあるじゃないですか。あれ結構競争倍率少ないラーメン。ラーメンの裏とかにたまにありますよね、店主ついてる。へえ。私の家それでチャブ台が来ました。はい、
続けてお聞きいただきありがとうございます。ありがとうございます。最近ね、なんか嬉しいことにね、はい、遠方からね、すごい関西の方や、ね、関東の方が劇場にも来てくれる。北海道の方がいないかも。あ、そうですね、まあ、もっともっと HR が頑張らなきゃみたいなね、はい、嬉しいんですよね、はい、ありがとうございます。なんかちょっとずつ HR が頑張ってるなと思って。嬉しいです。触れてくださって、ありがとうございます。
ます。どうぞ。じゃあなんか特に何も感じない。本当に50回なんだろうかって思う。あ、確かに。あ、そういうことね。あっという間ね。早いね。はい。だからもっと公演に出て、いっぱい成長できるように頑張ります。頑張ってください。頑張ります。はい。ありがとうございます。メロンパンをたくさんで売っていかないかね。Fire! Fire! Fire!
はい、あのですね、今日はちょっとね、どうした、判定どうやった、そう、あの初めてちょっと相方をやらせていただいて、5月2日も、HR はここの劇場でアイドル前夜祭が行われます。そして3、4とドンタクは HR はドンタクに出演させていただきますので、皆さんぜひお越しください。全員スタイルに行くよ。はい、ありがとうございます。絶対来てくださいね。はい、ドンタクの次の日は5日と6日は何があるんですか。劇場公演が行われます。皆さんぜひ、そうですね、お越しください。メインの方なんですが、大分のイオンモール別府のアルフォー別府にある、イオンモール大分でイベントもあるので、ぜひね、夢から間違えました。フォローするならしっかりしてくれ、ごめんなさい、大丈夫、夢があるんでね、HR のイベントもあるので、そちらにも遊びに来てください、お願いします。あ、よろしくお願いします。HR!
たい。なんかね、博物館みたいなところに行って、うんうん、博物館、高校生ってほら、なんかはしゃぐじゃん、やっぱ。はしゃぎますね。はしゃぐね。はい。博物館ってはしゃぐないじゃん。はしゃぐない。じゃあこの上で気合い入れてね。
これからももっともっとみんなが見たいと思える公演も、公演作りを頑張っていこうと思います。だから皆さんも私たちについてきて、そして会いに来てください。今週末の予定です。6月の2日はここでアイドル前夜祭、いろんなアイドルさんと一緒にイベントをやりますので、皆さんぜひ来てください。そして2日4日は今年もエンジェルがドンタクに出演させていただきますので、はい、会場が開催したので、みんな走って頑張ってついてきてください。一歩も見逃さないようについてきてください。そして5日6日は公演があり、6日は先ほどもね、言わせていただいたんですけど、イベントは大分で、全部ですね、イベントがあるので、皆さんぜひ大分の方や九州の方がいたら、ぜひ来てください。はい、本日も公演一日楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございお願いいたします。写真はエントランスの方で販売いたします。1枚500円で。